コリスリコイル最終決戦編の千里と滝名の勝利条件って何なのかっていうことを話していきたいと思います。結構面白いことに、結構あの作品って引き算されていて、本当に300分いくワンクールでできるできない部分に関しては何もやらないっていう、そういうところがあるんだよね。だから千里は第一印象はめちゃくちゃ可愛いし、まあなんだかんだいい子なんだけど、まあそれでも歪みを肯定するっていうのが、まあ千里の面白いところかなっていうのはあると思う。この辺プリマドールの最初はよくわからん灰桜とか、エンゲージキスの最初はよくなんか異常者っぽいキサラとか綾乃さんとかに比べると本当対比的で、灰桜やキサラはなんか普通にいい子なのに感じてくるのに、まあ千里は歪みも含めて救世するっていう、そういうまあ優しい移住者っていうのが面白いかなっていうのが、まあ大前提としてあると思う。何が言いたいかっていうと、もう本当これは口を酸っぱくして言ってきてるけど、DA とアラン機関を千里が倒す物語じゃないんだよ。むしろそのリコリスとアラン機関をぶっ潰してるのが真島さんで、でその真島さんがラスボスとして立ちはだかってくるし、もちろんそいつらの仲間になるなんて展開は絶対にないから、ここがまあ引き算してるってずっと言ってるところで、千里は一貫してもうリコリスという存在とアラン・チルドンであることに誇りを抱いてるから、まあ迷ってはいるんだろうけどさ、迷ってても、まあ、クソ男であったとしてもミカ先生とヨシさんのことを否定できないのが千里だから、まあその分武田は切れてると思うけど、まあ千里が見えてない部分は武田が補ってやってるっていう部分も、まああの二人の関係だからね、まあその分武田もポンコツだから千里が頑張ってるって部分はあるし、だからリコリコは根本的に千里と武田の話だって話ですからね。ここから行くと、まあ何をやればいいのかっていうのはすごくわかりやすくて、逆に言うと、マジマとロボタとマジマの手先たちの、あの思惑をぶっ潰すっていうことがまず第一になってくるから、千里の生死は実はその後のトゥルーエンド条件みたいなもんですから、まあそっちはまあ別として分けておいて、実はこれもまあミッション的には分かりやすくなってて、重火器ばらまいてきてそれで混乱を引き起こすっていうのがマジマのやりたいことだから、まあ、実のところこれでリコリスの隠蔽体質みたいなもの、まあ、古い体制みたいなものっていうのはやっぱ変わるしかない。ただまあそれはあの弾圧されて消えるのかもっていう状況だよね。うん。でこれが実は分かりやすくて、誰が一番この状況を収められるかっていうと千里なんだよ。千里がどういう風に自由に動けるかっていうのがミソになってくるっていうのは、まあすごく簡単で、千里は不殺だから、うん、不殺をしてるからリコリスが民間人を殺すっていうことに対して、まあ、耐性があると、まあなんなら潜り込んでるマジマの手先どももぶっ飛ばすっていうのもあるだろうし、でなんか政府の連中が、まあ、千里どこだっていうことを言うのは実は理にかなってて、まあ、千里が一番キルタだからマジで。そう、マジマ的にもう敗北、リコリス側の敗北条件としてもう民間人射殺しちゃったら、それでもうそこから波及してリコリス弾圧されて、まあ、潰されるだろうから、それはやっちゃいけないっていう、まあ、初期のタキナだったら絶対やらかしてるんだけど、タキナ的には千里に付き合って、まあ、不殺もやってたっていうの、いうのもあるから、まあ、そこら辺良い経験になってくるっていうパターンにはなってくるんじゃないかなと思う。まあ、ここら辺民間人の暴徒化、民兵化と合わせた上で、あの、不殺を持ってくるっていうのは結構上手い構造だと思うんだよね。まさに殺しちゃいけない相手だから、まあ、殺したりしてなんか大事になって敵に回したら本当に潰れるから。まあ、それに波及してもう二つのミッションがあって、まあ、まず新電波と円空木の爆破テロを防ぐ。そして、あの、囚われてるヨシさんを助ける。まあ、これはなんか、もう、ミカ先生が円空木の方はフキやタキナたちに任せるって言って、ヨシさんはシンジを助けに行くぞっていう展開になってるから、この辺は何を目的なのか分かんないけど、まあ、ロボタが、まあ、1時間の猶予を持ってきたせいでもあるけど、まあ、なんとなくだけど、まあ、なんとなくじゃねえな。マジはあいつ、旧電波塔で待ってるだろ、あいつ。確固たる信念って感じですね。まあ、逆に言ってしまえば、
ボートの鎮圧と、なんかロボタとのハッキング戦争と、まあ、吉さん救出と、真島の、まあ、対決みたいな話で、むしろ構造としては分かりやすいんだよ。まあ、千里はもう、リコリスも、まあ、アラン機関も、まあ、思うところはあるけど、守護る方法で進んでるんだから、否定しない方向で進んでるから、まあ、真島の思い通りにはさせないっていう方向で、そう。歪んだ組織を守る側なのが面白いなって思うんだよね。千里の生死に関してはちょっとわかんないけど、まあ、ただまあ、くるみと水木がなんとかするか、まあ、こう、千里の最後の活躍によって、ヨシさんが、まあ、ちょっとまた、むしろ不殺することに対することで、こう、千里も才能を使ってるんじゃないかとか思い直す、まあ、美香先生に説得されるとかだったら、まあ、あるかもしれない。まあ、個人的には、まあ、千里の何が異常者かって、まあ、アラン機関に心臓止められましたと。しかもまあ、ヨシさんがなんか自分がもう才能を使わないから、始末しに来たってことを、まあ、美香先生から言われても、それでも千里は、ヨシさんに感謝してるっていうのが、まあ、千里のいいところであり、異常者であるところなんだよね。逆に言えば、DA とアラン機関はもうずっと言ってるけど、あれを否定する話ではないから、まあ、今後続編が続いていったらわかんないけど、まあ、ここら辺がまあ面白いよね。なんなら真島も別に死なない可能性もあるしね。まあ、つか、千里は殺さないだろうし。で、まあ、ここからまあ、予想なんだけど、千里、あれ、救世主になるんじゃないかな。民衆の中で祭り上げられる。うん。マジマが狙ってるかどうかわかんないけど、とにかくこの最終決戦編、千里をどういう風に動かしてやれるかっていうのが、まあ、本当に重要な鍵になってて、ボートの鎮圧に関しては、まあ、千里とタキナじゃないと抑えられないまであるレベルだし、まあ、そこでどうにかして被害を抑えるっていうのと、マジマとの対決もあるし、まあ、なんかあれ、マジマ対千里はなんか全国中継しそうだよね。ロボタのあれで。いや、マジであるんじゃないの？千里救世主展開。うん。だって、まあ、リコリコでもともとな、すごい祭り上げられてた子だし、普通にそういう感じにあると思う。鬼滅の刃で鬼殺隊が、まあ、異常者集団っていうのは、まあ、実際そうなんだけど、まあ、それでも炭治郎は優しい人たちだって言ってたような感じになるんじゃないかな。まあ、正直メタ的に見れば、DA っていうか、リコリスも、アラン機関も、クソみたいな組織っていうのは、まあ、本当に書かれてはいるけど、まあ、真島さんがそれを、まあ、犠牲を含めた上で変革するっていうよりも、リコリスであることとアラン・チルドレンであることをそのまま受け入れた上で最後まで戦う、まあ、頑張ってみるっていうのが、まあ、千里の、まあ、魅力なんじゃないかなと思う。最終的なね。ただまあ、最初の頃の千里って結構、こう、もう本当に美香先生に言われるがままやってきて、まあ、なんかこう、不殺もこじらせたけど、まあ、それも含めて自分、なんか子供のままやってたと思うんだけど、タキナの面倒を見て、タキナに面倒を見てもらったりしながら、まあ、自分の中の自我を確立した上で、異常な部分もあるけど、まあ、それでも、アラン・チルドレンでリコリスであることも肯定していくっていう話ではあると思う。まあ、なんだかんだみんなさ、あれ、リコレスリコイル好きな人たちは、まあ、こう、千里とタキナと、なんか、ミカ先生と、クルミとミズキさんとか、まあみんなで、なんか、キサリコリコをまた復活させるっていう展開で、まあ、千里も結構それなりに延命してるっていう、そういうオチが、まあみんな求めてるものだよね。俺もだ。うん、まあそういう感じですね。まあこういう話ができるアニメって本当に貴重だから、まあ、放送終了後にどういう感じになるのかって感じですね。まあそんなところですね。まあリコリコ最終話はいい話になってほしいです。以上です。